小山一型電気機関車は中華人民、共和国鉄道部で使用されていた交流用電気機関車の形式。中国発の国産電気機関車であり、却下ともに多く利用された。名称は毛沢東の記事から取っている。小山一型は初期には 6Y1 型と呼ばれ、六軸駆動イグナイトロン整流の代表形式である。1957年、ソ連建国、その後中国は、 第一機械工業部、鉄道部及び高等教育機関の関連技術の専門家で電気機関車視察団を組織し、1958年初頭にソ連へ視察へ赴いた。中国はソ連の技術協力のもと、炭素交流 25KV 電圧方式を選択、合わせて当時世界で最高水準にあったソ連製の6型電気機関車の設計を参考に、 し、電気機関車の研究を開始、設計過程で、六型電気機関車を中国の国情に合わせて大幅改修を行った。同年11月18日に、他新規車掌にて、同年12月28日、六 Y 一型電気機関車の初号機が、小丹電気商を出場。番号は001、小山号と命名された。六 Y 一型は、低圧タップ制御。 出力は3 9 0 0ット、最大速度が時速1 0 0トルであった。1962年より、カブス省は5両の 6Y1 型を製作、番号002から006である。6Y1 型機関車は、1959年より、中国発の電化路線、放水線の包径、オートリス管で運用を開始した。しかし、イグナイトロン、駆動用電動機、 タップ制御機等の信頼性に問題があり、6Y1 型は量産には至らなかった。カブス省は 6Y1 型の改良を進め、1965年生産の004-5期後は、イグナイトロン整流機から大容量シリコン整流機を採用し、イグナイトロン整流機の逆固、タップ制御機の焦損と電動機の発火という3、大故障原因を克服した。 フランス製の 6Y2 型電気機関車の技術を参考にした上で、1967年に7代目の 6Y1 型を製作。番号は007。カーボン製スライダーの Z 型パンタグラフ、ZQ650 から1型駆動用電動機と発電ブレーキを採用し、多くの初期トラブルを解決し、合わせて国家技術鑑定が正式に交付された。1968年。 6Y1 型は大規模改修が行われ、整流装置、駆動用電動機と発電制度の総合的な改修となり、1時間定格出力は 4200kW、持続出力 3780kW、発電制度効率は 2800kW に向上、最大速度時速 90km、車軸配置は COCO CO である。同年四月十七日、 鉄道部軍艦会の決定を経て、008号車より、6Y1 型電気機関車を、商山1型、形式番号は、SS1 に変更、1969年から量産が開始された。商山1型電気機関車製造期間中に3度ほど、技術的変更が行われており、1980年製造の商山1型221号機を基本型として、 量産を開始。商山一型電気機関車は1988年に製造を終了、計826台を生産した。回収内容は以下の通り、韓国で制作されたアニメーション、キテ,ティポティティポではこの車両をモデルにしたキャラクターが数台登場している。ありがとうございます。